ねえねえ、名探偵コナンハロウィンの花嫁の興行収入が97億円を超えたそうよ。そうらしいな。10月11月に開催されていたリバイバル上映は特典があったが、通常の公開時は入場特典なしだったのに、この結果はすごすぎるんだぜ。それだけ名探偵コナンが愛されているってことよね。2023年の映画も楽しみだわ。どんな内容なのかしら。ハロウィンの花嫁に来年の映画の伏線と思われるような描写がいくつかあったのを気づいたか。そんなのあったかしら。全く気づかなかったわ。じゃあハロウィンの花嫁に隠された2023年映画の伏線について解説していくぜ。これから話す内容は公式情報ではなく予想なので、あくまでも個人の考察として楽しんでほしい。わかったわ。また、今回の解説では映画ハロウィンの花嫁のネタバレや次回劇場版名探偵コナンの情報と、名探偵コナンコミックス102巻までのネタバレを含んでいるから、まだ見ていない人は注意してくれよな。真実はいつも一つ。まず最初はオープニング映像だ。オープニングって、俺は高校生探偵、工藤新一から始まるいつものあれよね。そうだぜ、コナンの映画ってオープニングもかっこいいんだよな。おなじみのメインテーマが映画に合わせてアレンジされているんだ。オープニングもコナン映画の醍醐味の一つなんだぜ。映画館で聞くと迫力が桁違いなのよね。オープニング映像と BGM は、コナンの映画を見に来たーって感じがするわ。劇場版名探偵コナンのオープニング映像は今までの話の流れや、映画に登場する重要人物を紹介してくれるから、コナンに詳しくない人も安心して映画を見ることができるんだ。はっきり言ってネタバレしてしまっていることもあるけどね。それで、オープニング映像のどこが次の映画の伏線になっているの？実は、オープニング映像にカラスが隠されているんだ。カラスは黒の組織を象徴する生き物だろう？そうなの？オープニングのどこにカラスが隠れていたのかしら？工藤新一がアポトキシン4869を飲まされて井戸川コナンになったことを説明しているシーンで、カラスのシルエットが浮かび上がるんだ。本当に一瞬なので気をつけないと見逃してしまうぜ。アポトキシン4869は黒の組織に飲まされたものだからカラスがいたのかもしれないが、来年の映画の伏線であったとも言えるだろうな。次の映画は組織とコナンの対決だものね。カラスなんて全く気づかなかったわ。ちなみに東方公式が YouTube にアップしているオープニング映像ショートバーでは、カラスが登場するシーンはカットされてしまっているから、確認したい人はハロウィンの花嫁の DVD やブルーレイで見るといいぞ。もう発売されているのね。ああ、11月9日に発売されたんだ。もちろん私も3つゲットしたぜ。3つ？多すぎない？何に使うのよ。もちろん見るよう、飾るよう、保存用だぜ。ガチね。次は小林先生の登場だ。小林先生って確か、少年探偵団たちが通う小学校の先生よね。そうだぜ、名前は小林澄子で定端小学校に勤めているぞ。ハロウィンの花嫁では名前だけ登場したんだ。どのシーンで登場したんだっけ？コナンが花嫁姿を妄想した相手として源太が候補に挙げた、白鳥警部の携帯に着信、と、二つのシーンで小林先生の名前が上がったんだ。しかし、小林先生の顔や声は映画では出ていないんだぜ。今回の映画は本当の刑事恋物語が多く書かれていたから、白鳥警部への着信はともかく、なんで源太はコナンが花嫁姿を妄想した相手に小林先生を挙げたのかしら。そうなんだ、不自然とも言える小林先生の登場に一部のファンからは、次回作で小林先生が登場する伏線なのでは？なんて言われているぞ。小林先生の名前だけ出て、顔も声も出なかったのも気になるわね。名探偵コナンは原作やアニメを見ていないけれど、毎年映画だけ見るという層も多いから、映画だけを追っている人は小林先生って誰？と思っただろうな。みんながわからないかもしれないキャラクターをわざわざ出すなんて、確かに伏線のように感じるわ。さらに、次の映画には白鳥警部が登場することが判明しているんだ。白鳥警部と小林先生は手作り弁当を渡すほどラブラブだから、小林先生も次回作に登場する可能性はゼロじゃないだろうぜ。そうね。ありえそうだわ。それだけじゃないんだぜ。小林先生が担任をしている定端小学校1年 B 組の副担任は若さるみ先生だろ。若さ先生って、ラム候補だった人よね。もしかして若さ先生も次回作に登場するの？若さ先生が次回作に登場するのかどうかはまだ判明していないが、同じラム候補であった黒田老恵やラムは登場するから、次回作でラム候補3人が揃う可能性もあるな。それは激アツだわ。次は諸伏広光生存の可能性について話そう。
ハロウィンの花嫁で、諸伏広光の生存を匂わせるような表現や、次の映画に諸伏広光が登場するのでは?と思わせるような描写があったんだ。そんなのあったかしら?諸伏広光といえば、古谷霊の幼馴染で親友のヒロのことよね。映画では華麗な回し蹴りが印象的だったわ。そうだな、諸伏広光はアニメ、名探偵コナン警察学校編でも回し蹴りを披露していたから、すっかり回し蹴りキャラになっているな。素晴らしい蹴りだったわよね。たくさん練習したのかしらね。今作では、いくつか諸伏広光の生存に匂わせと受け取れる表現が登場しているぞ。あれ?警察学校組の中で生き残りは安室さん一人だけじゃないかしら?いや、すでに殉職した4人の中でも諸伏広光だけ不自然な点が多いんだ。例えば、毛利小五郎が救急搬送されるシーンでコナンの背後に映り込んだ車のナンバープレートは、新宿800-32-16。32-16をひっくり返した数字、16-32は広光と読めないこともないだろう?スはスコッチのスとも受け取れるしな。諸伏広光は黒の組織に潜入していた際、スコッチというコードネームだったものね。言われてみれば、諸伏広光を表しているように感じるわ。そうなんだ。しかも、このナンバープレートはかなり大きく映り込んでいるんだぜ。コナンの表情をアップにすればいいのに。わざわざナンバープレートをクローズアップしているのは不自然なんだ。確かに。そして、コナンが警視庁公安部所属で古谷の右腕的存在である風見に、諸伏って人はどうだったの?と死因を尋ねるシーンでは、風見は極秘扱いだと答えている。そりゃそうよ。黒の組織に潜入し、公安であることがバレて自決したなんて言えないわよ。そうなんだが、極秘扱いという言葉が引っかからないか?え?職務中に殉職とか拳銃で亡くなったとか言い方はたくさんあるのに、風見は諸伏について死んだとも生きているとも言わず極秘扱いと言ったんだ。隠されると余計に気になってしまうわよね。風見と諸伏に関わりがあったかどうかは謎なので、風見が諸伏の死因を知らなかった可能性もあるな。原作でも諸伏広光の死については謎が多く、一部のファンの間で諸伏広光生存説が囁かれていたりするため、この風見の表現に違和感を覚えた人も多かったのではないだろうか?確かに、はっきり亡くなったと表現されなかったのは何かあると勘ぐってしまうわ。さらに、映画の終盤で犯人が諸伏について死んでいるんだろう?とコナンに問いかけた時も、コナンはメガネを光らせただけで何も答えなかったんだ。コナンは諸伏広光の死因も知らないし、犯人に教える必要がないと判断したんじゃないの?もちろんその解釈もあるが、コナンが諸伏の死について何も答えなかったことに疑問を感じた人もいるだろうな。結局、ハロウィンの花嫁では一度も諸伏広光の死因に触れられなかったんだ。今回の映画は安室さんの同期である警察学校組がかなり活躍していたから、すでに亡くなっている4人全員の死因を紹介してもおかしくないのにね。原作を知らない人は諸伏広光の死因が気になって眠れなくなってしまうわ。作中、諸伏の死因について語られなかったことでコナンファンからは、諸伏広光が生きているのでは?といった声や、来年の映画に諸伏広光が出るのでは?といった期待が寄せられているぞ。次回作に登場するから、今作ではあえて諸伏広光の死因について語らなかったという推理ね。ありえそうだわ。次回作には赤井秀一と安室トオルが出ることが決まっており、諸伏広光ことスコッチは二人の確執の原因になった人物だからな。余計に次回作品で諸伏広光登場を期待してしまうわね。諸伏広光はすでに亡くなっているから、赤井さんや安室さんの回想として、スコッチが登場するかもしれないわね。また、現在発表されている来年販売の名探偵コナングッズに、スコッチとして諸伏広光がラインナップされていることも多く、ファンの期待はより高まっているんだぜ。最後は映画本編後の予告だ。コナンの映画では本編終了後に次回作品の予告が流れるんだ。ハロウィンの花嫁終了後の予告はどんなものだったの?泡が浮き上がり水の中に沈むような映像に。会いたかったぜ、シェリーという人の声が流れたんだ。そろそろ組織とコナンの対決を映画でやってほしい。と思っていたコナンファンが多く、予告終了後、歓声や拍手が上がっていた劇場もあったそうだぞ。さらに、10月11月に開催されたハロウィンの花嫁リバイバル上映では、予告映像が変化していたんだ。どんな映像に変わっていたの?リバイバルの予告は心臓の鼓動の音とコナンの灰原。聞こえるか?という声とともに。灰原愛の原作絵が複数表示され、灰原愛が海に沈んでいるような映像になるんだ。そして、助けて、と灰原愛の声で流れるぞ。愛ちゃんが誰かに助けを求めるって珍しいね。さらに、名探偵コナンの次回作品のタイトルが表示されるんだ。もう次回作品のタイトルが判明しているの?一体どんなタイトルなの?
それが、サブタイトルの最初の一文字目が黒であることはわかるが、他はよく見えないんだ。最後の文字は影なんじゃないかといった説もあるぞ。黒丸の丸影ってことね。せめて黒が黒と読むのか黒と読むのか教えてほしいわ。おそらく黒の読み方は黒だぜ。どうしてわかるのよ。作者の青山先生が来年の映画が、くまるまるまるのまるぶまるまるまるであると言っているからな。そんなのどこで言ってたの？あつ森だ。え？あつ森ってあのあつ森？コナンの情報があつ森でわかるなんて意外ね。このヒントからコナンファンは来年の映画のタイトルを予想しているんだぜ。例えばクローズのサブマリンとか、黒金のサブマリンとかな。後ろの5文字はサブマリンで確定なのかしら？いや、わからないんだぜ。予告映像で泡がたくさん出ていたから、バブルに関係のある言葉かもしれないしな。組織のメンバーはお酒に関するコードネームであることから、ゴブレットの可能性もあるぞ。わかったわ。きっと油揚げよ。揚げ物って泡が出るし、黒焦げの油揚げどうかしら？正解はわからないけれど、それは絶対に違うぞ。じゃあ、黒鯛の炙り寿司は？黒色のロブスターとか、黒蜜のカブトムシなんてどうかしら？なんだか大喜利みたいになっているんだぜ。ぜひみんなも予想してくれよな。というわけで今回は、ハロウィンの花嫁に隠された2023年映画の伏線について解説したぞ。次回作品の情報解禁が待ち遠しいわね。例年通りであれば2022年12月にはタイトル発表があるのかしら？今回私が話した解説はあくまでも個人の予想なので、一部のコナンファンの意見として楽しんでくれたら嬉しいぞ。予想が外れてもクレームは受け付けません。次回作がどんな内容になるのかはまだ謎に包まれているからな。まさに神のみぞ知るね。来年の映画について他に考察がある人やタイトル予想をした人は、どんどんコメントしてほしいぞ。詳しい方のコメントお待ちしております。他の人の面白いコメントもあるかもしれないから、コメント欄のチェックもしてくれよな。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ご視聴いただき、ありがとうございました。